いや、1年生の時は大学の試合にすら出てなかったんで、自分の向かっている方向が正しいのかもう分からなかったですし、すごい不安というか、もうがむしゃらにやってただけなんですけど、まあ、2年生になって、まあ、試合にも出始めて、レースの練習にも来させてもらって、そこで自分全然やれるんだなとか、そういう自分の方向性が正しいというものを、まあ、再認識したことによって、まあ、自分の長所を伸ばす、自分足りないところを埋める、そういうなんかそういう作業を、信じてやれば、まあ、また同じ舞台に立てるっていうのは自分の中で分かっていたので、うん、まあ、迷いというのもなかったです。やっぱ大学行ったらタフになれるんだなとか、違う武器というかレーサルユースで培えないものを得ることができるんだなっていう、まあ、少しでもそういうイメージを、いいイメージを大学サッカーに、持ってもらって、まあ、選択肢の幅が広がったりすればいいかなと思います。まあ、今はもちろん柏レーサルを J1 に昇格させてっていう、そういうことしか考えてないですけど、その進路を決める際に東京オリンピックに出ることが今の自分の短期目標であって、目指しているサッカーとか方針とかそういうものを全部含めて選びました。まあ、最後にオファーもらったのレースで、結局その感情的になってそこに流れちゃったら、まあ、そのオファーをいただいて、そういう熱心のオファーをいただいたクラブにも申し訳ないし、ちゃんと冷静になって決めようと思いました。はい、ミーティングまではもう試合のことは何も考えないっていうのを、まあ、大学の時からそういう術を身につけて、いざホイッスルが鳴る時にピッチ立った時にすごい狭く感じて、あ、俺これやれるなっていう、なんかやっぱ上から見るのとそのピッチ上で立つのとは全然違うって感じましたし、で、まあ、試合してる時もまあ、すごい集中した状態でプレーできて、自分の持ち味もしっかり発揮できましたし、絶対フォワードのジャイルにもうマジ潰すっていう、一気にそこで自分の中モチベ、アドレナリンを出して、空中戦とかジャイルとやり合う場面もありましたけど、まあ、そういう自分が自分を高められたことによって強い気持ちを持って戦いました。まあ、世界有数のストライカーなんでやってみたいのはありますけど、一発ちょっとガツンといかないと。初めて夜更かししてテレビで見てで、ワールドカップユーロ優勝してっていう時、トーレスが決めたんで、まあまあ今とその時じゃ状態は違うと思うんですけど、そういう選手とやりたいですね、やっぱ。まあ、これからリーグ戦、モルバンカップも、まあ、どっちチャンスを与えられるか分かんないですけど、自分が出た試合はまた、サポーターの皆さんにその勝利を届けられるように精一杯頑張りますので、これからもよろしくお願いします。